ファンの皆様、本日もご来場誠にありがとうございます。この時間は盛岡競馬場ウィナーズサークルにどうぞご注目ください。本日の盛岡競馬第10レース第11レースに行われますスーパージョッキーズトライアル2017ファーストステージに出走いたします14名の名手の登場でございます。どうぞ拍手でお迎えください。まずは2013年初出場の時は1ポイント差の2位と大活躍でした北海道代表桑村正明氏です。一昨年3位、昨年は盛岡で1勝して2位、今優勝に一番近い騎手、岩手代表山本俊明氏です。昨年は年間300勝を達成、今年もリーディングトップを快走中、船橋代表森太斗騎手です。羽田杯を優勝、クラシックジョッキーになっての参戦、大井代表矢野孝幸騎手です。地雷のホープが盛岡開催初日に続いてのこの参戦です。船橋代表中野翔吾騎手です。昨年の盛岡ラウンドは3位通過と相性のいい場所、大井代表真島大輔騎手です。本戦でも勝ち星を挙げました2015年の優勝者、金沢代表藤田浩二騎手です。盛岡競馬場は東北美人とのコンビで重賞勝ち、笠松代表佐藤智則騎手です。2年連続出場、出場メンバーで唯一の中央の重賞勝ちジョッキーです。相手代表の丸野克人騎手です。昨年2000勝達成、初のリーディングジョッキーを獲得、兵庫代表下原治騎手です。そして昨年の優勝ジョッキーです。連覇を目指しての登場、高知代表長森太一騎手です。2012年のチャンピオン、今年は史上9人目の4000勝ジョッキーになりました、佐賀代表山口勲騎手です。続いてワイルドカード、地元で下克上を狙います。ワイルドカード堂々1位通過、岩手村上忍騎手です。史上初親子出場なりますか、ワイルドカード2位通過、兵庫田中学騎手です。以上14名の名手によって行われますスーパージョッキーズトライアル2017第1ステージ、今年8月26日27日に JRA 札幌競馬場で実施されます2017ワールドオールスタージョッキーズ地方代表騎手の選定競争、それがスーパージョッキーズトライアルです。いよいよ第10レースから第1戦シルバーサドルショーがスタートいたします。どうぞ皆様熱いご声援よろしくお願いいたします。また11レース第2戦シルバーブライドルショー終了後、ポイント集計によりまして総合1位から3位の騎手に対します表彰式をこのウィナーサークルで行います。レース終了後は皆様ぜひお集まりください。以上をもちましてスーパージョッキーズトライアル2017ファーストステージ出場騎手紹介式を終わります。皆様ありがとうございました。